新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、なぜね私がこの学ランを着ているのかと言いますと、僕はねもともと高校3年生の時応援団長でした。というわけもあって皆さんにねエールを送りたいなと思います。そして自分自身にもねエールを送りたいなと思います。それでは皆さんが2022年健康で楽しく過ごせますようにエールを送る。よし、このねエール動画を見ていただいて一人でも多くの方が2022年楽しく頑張ろうと思っていただけたら嬉しいです。今年も健康で頑張りましょう。せっかくね海が綺麗なんで寒中水泳をして気合を入れたいなと思います。はい、それではね寒中水泳行っていきたいなと思います。そしてね抱負を言います。もうちょい近い方がいい。ああ冷たい冷たい。はい、行きます。2022年ねやっぱり引き続き、楽しんで、でも楽しむためにやるべきことをねやっていきたいなと思います。そしてねあとこの移住はあと1ヶ月で終わってしまいますけど、拓郎松下翔平という男が、島根に移住してきて YouTuber をやっていたということを皆さん覚えていてください。2022年もね楽しく俺らしく頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。うわもう一回いきます。やばいね、いいスタート、2022年いいスタート。おーでもね気持ちいい。おーっしゃー、多分ねこの動画をねお母さん見てくれてるんだろうけど、あんた風邪ひくよってね多分今言ってると思います。大丈夫お母さん、しっかりねお風呂にお湯溜めてるから。じゃあお風呂に入ってきます。じゃあ皆さん今年もよろしくお願いいたします。